県橋は、日本各地に伝わる妖怪のうち、地上を転がるように動いて、人間を転倒させようとするものの総称。イジャロ転がしは、長野県南作郡南木村海の口に伝わる、妖怪。イジャロとは、器物のザルのことを指す。南作郡のとある古いお堂の中に、夜遅くに、ザルが床を転がってきて、人の前に現れると、人間の顔に化けるものである。 子供を脅すことが多かったという。立て繰り返しは、高知県旗群に伝わる妖怪。人が夜道を歩いていると、敵根のような形をしたものが、道の反対側から、すっとんすっとんと音を立てて転がってきて、出会い頭に人を転ばせるという。イノシシのように急な方向転換ができないため、これに遭遇した際には、寸前では木にそれるなどして、身をかわすと良いという。 草などを打って柔らかくするのに用いる木槌のようなものが転がってくるという説もある。ちなみに昭和、平成以降の妖怪関連の文献では、高知ではなく新潟県の妖怪とされていることが多いが、これは書籍、民間伝承に新潟の人物がこの妖怪の文章を寄稿したための誤解と見られており、正しくは高知の妖怪である。 道県道軍の京城村く山には、敵根返しといって、雪の山道に何者かの一本足の足跡が残るという会議。東亜村広瀬には、夜の河原に敵根のようなものが、尺状の音を立てて、とんぼ返りをするという会議があり、立て繰り返しと関連があるものと考えられている。参考、和漢三サ,サイより、カンスカンスコロバ氏は、福島県に伝わる妖怪。 山の中におり、夜の通行人命がけて、カンスを転がしてくると言われる。これに似たもので、山口県では、崖の上から酒の缶に使う器が転がってくる。カンス転げというものがあり、人がこれに驚いて腰を抜かすと、足の力が苗いてしまうという。器物ではなく、人の生首が転がってくるという説もある。ありがとうございます。